今一番記者会見をしろと思ってるのは広告の人たちですよ、スポンサーの人たちですよ。僕は言うだけじゃなくて、元国会議員ですから力あるんですよ。で、松本人志に対してもここまで言ってるのは、そのいわゆる YouTube の再生数を上げようとしている YouTuber とは全然質もレベルも違いますと。今日もね、松本人志の件について触れていこうと思います。で、まずですね、私自身がこれね、問題定義をするとか分析したり批判するのは誰でもできるんですよ。で、僕はこれ YouTube やってる段階だけではまさに言うだけ口だけの人なんですね。ところが僕は行動しますから、言うだけじゃなくてやります。で、過去にどんなことをしたかっていうと、これ政見放送、去年の4月に行われた政見放送です。政治家女子法廷と政見放送、これを僕は企画して流しました。ジャニーズには全て学んだんで、最初のが感謝もすごいですし、これほとんど見てないですよね。これ実は NHK の地上波で流れてます。去年の4月のことですね。すごくないですか。これ僕が全部企画して、僕が川本岡田君にインタビューをして、NHK の政見放送で出してるんですね。で、それが去年の4月ですね。で、ジャニーズ事務所どうなりましたかって言ったら、今もう名前変わってしまって、ほとんどこう勢いがなくなりましたよね。それぐらい僕は言うだけじゃなくて、元国会議員ですから力あるんですよ。で、松本人志に対してもここまで言ってるのは、そのいわゆる YouTube の再生数を上げようとしている YouTuber とは全然質もレベルも違いますということを伝えた上で、じゃあなぜ NHK をぶっ壊すって言ってるお前が芸能のネタを扱ってるんだというところについて解説をしていきますね。で、まあもちろん松本ネタもちょこちょこ入れていきますので、そもそもこのテレビというのは大きく分けて報道とエンタメに分かれてるんです。もちろんね、福祉とか教育っていうのもあるんですけども、大きく分けると政治とか、まあ社会部ですね、事件、ね、今政治家今日逮捕されましたよね。逮捕された政治家がいるとか、政治、これはまあどっちかというと事件か、まあでも国会でどういう話し合いがされてるとか、知事がどうなってるとか、地震がどうなったとか、飛行機が墜落したとか、まあそれ以外にも国際っていうのがあって、外国で、こういう戦争が今どうなってるのかとか、経済っていうのがありますよね。そういう政治、社会、経済、国際、それ以外に科学文化とかあるんですが、いわゆるニュースと言われる報道とですね、こう芸能ですね。こう芸能っていうのは歌番組、歌手の歌番組であったりとか、ドラマとか、そういう大河ドラマであったり、現代ドラマ、恋愛ドラマとか、あとスポーツですね。こういったものはエンタメ、まあ日本語で言うと娯楽ですね。こっち側がニュース、エンタメ、あるいは報道と娯楽になるんですね。まあ、それ以外に、福祉番組ですね。高齢者のためとか、障害者のための番組とか、教育番組なんかがあるんですが、おおむね実はテレビ局というのは、報道とエンタメで出来上がってるんですね。でですね、その平和な時というのは、このエンタメの方が強いんですね。こうまさに今回地震、1月1日の地震の時にエンタメの番組をしようとしてたわけですよね、民放各局は。ところが地震が発生したので有事の時ということで、これ有事の時は報道が強いので、各局それこそ松本の番組やろうとしたのかな、浜田君の番組か、ダウンタウンの番組とか、いろいろとこうお笑い関係のエンタメの番組をですね、やめて平和の時じゃないから有事の時にやったと、こういう流れなんですね。視聴率が取れるのはこっち、でも社会的に国民に伝えなきゃいけないのはこっちなんです。でもどうしても報道だけやってても視聴率が取れない、多くの人が見てくれないと影響力が下がってくるので、どうしてもエンタメ入れたくなるんですね。で、NHK もそうですよね。ニュースだけやってても見てくれないから、 NHK もスポーツね、大谷翔平くんとか大リーグをやったりとか、ドラマとかやったりしてるのはそういうことです。紅白歌合戦やってるのはそういうことです。自分たちのテレビ局を見てくれなければ、報道によって社会に対する影響を与えることができないんですね。で、僕も同じです。テレビじゃなくて YouTuber ですけども、ただ報道のことばっかりやっていても、要はその報道だけやってても見てくれないんですよね。で、ここポイントなんです。で、ポイントっていうのは何かっていうと、これから僕がやろうとしてるのは、
政治をする人と選挙をする人を分けようと思ってるんですね。政治家って選挙に当選して政治家になるってイメージがあるじゃないですか。でも選挙で得票を得る人と政治家になる人っていうのを分けるっていうのが僕の考え方で、今年はそれの特に大きな選挙が、東京都知事選挙があって、衆議院選挙があって、来年には参議院選挙があるということで、このやり方をとにかく皆さんに知ってほしいというのがあります。で、ちなみに僕はガーシーの上司です。まあだったら正解かな。あのガーシーを国会議員したのは私の力です。もちろん投票いただいた皆さんの力がありますが、私がドバイに行ってガーシーを空蔵機落としてきたわけですね。で、先ほど冒頭ご覧いただいたように、ジャニーズ事務所をぶっ壊したのもおそらく僕の力がめちゃくちゃ大きいと思います。僕が全てとは言いませんよ。全部やったこと 100% とは言いません。少なくても何パーセントかは僕が絡んでると思います。ガーシーをドバイから引っ張ってきて、とかドバイに行ってドバイから立候補してもらって、今こういう状況にしてるのは僕なわけですから、すごい影響力あるわけですよ。で、僕はなぜ影響力が出てきてるかって言ったら、このテレビという世界にいて20年間 NHK の職員をしていましたNHK の報道局にいました。でももう20年前にテレビをやめてネットに来てるんですよ、こっちにね。インターネットのところに来て本当のことを言うんですよ。テレビ局っていうのは嘘をつく人間が出演できるところなんです。テレビ局で本当のことなんか言ったら、そんなのもうすぐテレビの出演なんかお断りされるわけですね。ただ僕の場合はテレビに無理やり出るという方法をしています。それが政見放送です。先ほど冒頭ご覧いただいた政見放送も、政治家はですね、まあ政治家じゃなくても公共放送の時間をですね、政見放送という国営放送の時間があるんで、それで奪うことができるんです。それで放送することができます。ね、NHK のスタジオで NHK をぶっ壊すってやったのが、もう今から8年前になりますが、ああいう形でですね、僕はテレビをうまく利用する力があるんですね。で、このテレビとネットが今切磋琢磨していて、ネットの方がちょっともう抜いてるぐらいの状態です。テレビ局は今、テレビ局で CM やりませんかってトラックが都内走り回ってるぐらい、テレビ局のスポンサーどん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 いなくなっていってるんですよ。それは視聴率がどんどん下がってるから。紅白歌合戦の視聴率ももう今 30% とか 20% 台になってますよね。テレビの力はどんどん落ちてきてるんですよ。で、そのスポンサーがですね、何を求めてるかって言ったら、松本人志は黒か白かを求めてるんでしょ。判断したいんですよ。で、判断したいのに松本人志が記者会見をしないから、ね、どうしたらいいのかって言って今、悩んでるわけですよね。で、まあ、とりあえず AC の広告出しとこうか。日本公共広告機構ですってやつですね。これ AC の CM 出すっていうのは、例えば日清食品が自分ところの札幌市場の CM を出さずに AC の CM 出したら、それは、丸々損ですからね。日清食品からすると自分ところの製品の宣伝もできない。でも決められたそのスポンサー料、広告費はテレビ局に払わなきゃいけないですね。で、そんなことをずっと続けられたらスポンサーたまったものじゃないんですよ。今一番記者会見をしようと思ってるのは広告の人たちですよ。スポンサーの人たちですよ。これもうどうしようかなみたいな、正直に言わないから、こうなる、言わないとこう記者会見をしないから。もちろんね、吉本興業からすればあれは事実無根ですと発表してますよ。でもそんな紙切れ1枚で信用できるかって話なんですよ。顔色も見ずにね、本人に聞きもせずに紙1枚で信用できるんだったら警察も裁判所もいらないでしょ。今政治家がね、今日も逮捕されましたけど、一人、昨日も一人逮捕されたかな。で、なぜ逮捕するのかって言ったら、それは本人から直接聞かないと顔色とか汗の出方とかで違う、本当のこと言ってるかどうかわからないでしょ。そんなの書面でできるんだったらファックスでやり取りしたらいいんですよ。あとはメールとかで、 LINE でもいいんでしょ。警察と犯人が LINE でやったらいいんでしょ。それはさせないでしょ。つまり芸能界でそのテレビやラジオという公共の電波を使って仕事をしてる以上は、ちゃんと世の中がみんなが見れる状態、テレビと、まあ、記者会見ですね、記者会見をして松本人志がやったのかやってないのかについてちゃんと喋ればいいんですよ。そうすると嘘をついてると瞬きの回数が多くなったりとか、汗がにじみてきたりとか、喋り方がね、いわゆる早口になったりとか裏返ったりするんですよ。で、記者からの質問に対してもなかなか想定しない質問に対しては嘘つき通せないから、
だから本当にジャニーズだっていやいや記者会見したでしょ、ずっと追い込まれていって、ああいう形に今後なると思いますし、僕はそうやっていきます。他の YouTuber と違うのはそこなんですよ。僕はやりますからね。どこでやりますか？政見放送です。あとやりますから、これ正直言わないと。もう政見放送迫ってますね。4月にまずあります。衆議院の補欠選挙があります。4月の第4日曜日にありますね。でその後東京都知事選挙がありますから、その辺で政見放送で松本人志が嘘をついてるみたいなことをガンガン言っていこうとは思ってます。皆さんご一緒に。